こんばんは、まちどりチャンネルです。ご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、久々に茨城県は土浦駅に来てます。コロナがですね、だいぶ収束して人が増えたみたいということで、まあ、来た感じなんですけども、やっぱり駅もね、結構人がやっぱ多くて、こちらとかもね、カップルがね、語ってたりとかしててですね、駅前もかなり活気が何か戻ってきたように思います。ではね、駅周辺は中心になるんですけども、歩いていきたいと思います。今日はですね、2021年11月13日土曜日ですね。時間は9時30分なんですね。こんな感じでね、車もかなりね、こうお迎えとかですかね、こう来てたりとか、こうやって人が歩いてたりとかですね。こうやってこうライトアップがね、紫色にねライトアップされたりとかするんですね。なんか本当に以前来た時は本当に人がいなくてですね、これは本当人いないなみたいな感じだったんですけど、だいぶね街に人が戻ってきたんじゃないかなと思いますんで、歩きたいと思うんですけど、ただですね、20分、25分ぐらい歩いてでですね、土浦発の東京行きの特急にね乗りたいんで、時間が限られた中で歩かないといけないって感じなんですけども、こんな蕎麦屋さんあったんですね。全然気づきませんでした。この動画撮影始めたのが、まあ、コロナ期間中だったということもあって、まあ常にね人がいるのかいないのかみたいなのを考えながらこう撮影してきたんですけども、やっぱりここ最近夜の街でもね、まあ、人はね そこまで戻ってきてないのかもしれないんですけど、まあ、でもお店はねやっぱ遅くまで開いてるんで、その辺でねかなり変わったなと思います。で以前来た時ね、右がね桜小路とかっていう、まあのれん街って書いてて路地なんですけど、この辺とかもねやっぱりお店開いててですね、以前はどうなる感じかなと思ってたんですけど、
よしけ負け枕だな。もう本当人が、もう土曜日ということもあるのか。やばい。大ですね。いや年末前です。めちゃくちゃ人が歩いてる感じがして。これも全部消えてましたからね。違うでしょ。違うじゃん。違うじゃん。違うじゃん。人が歩いてるんでホッとしますよね。ここも新装オープンしたんですね。桜町、桜町、きらら通りというところをね、歩いていきたいと思います。
今日は大丈夫です。わかりました。はい、ありがとうございます。激しく車が行き来してるんですけども、これはちょうどこれから忙しくなる時間帯ってことなんでしょうかね。あとね、もうちょっと先の入り口の時にも、ところにも、バッチあったと思うんですけど、出口のとこにもね、バッチがあるんで、その辺りでね、撮影を終えたいと思います。そもそもね、この辺を結構人が歩いてるのがすごい、僕は初めて見た感じなんで、結構すごい人やっぱ歩いてるんですね。ではね、この辺で撮影を終えたいと思います。本日もご視聴ありがとうございました。見てね、面白かったということであれば、チャンネル登録、いいねをよろしくお願いします。では、ありがとうございました。